はい、皆さん、こんにちは。富塚優子です。今日もですね、宅建の試験に備えて、ちょっとわかりにくいところをですね、いろいろ解説していきたいと思います。今日はですね、マンションについての法律取り決めですね。マンションについて実務上必要なこと。これを皆さんにお話ししていきます。今日はそのシリーズの中の1回目、区分所有の1回目ということですね。はい。では、早速ですね。説明していきたいと思います。こちらですね。宅建の民法等という分野になりますね。民法、それ以外の民法に関連する法律、この中に区分所有法というのがあります。これ毎年1回は必ず出されていますので、それほど範囲は広くないです。覚える内容も、そんなに多くないです。ですので、ここはちょっと集中して覚えていただきたいと思います。やっぱりですね、何を言われているのかが難しくてわからない。で、具体的なイメージは持てないっていうのがあると思いますね。ですので、この法律の意味、これは何を言ってるんだよっていうこと、それと用語、そしてどういうところがルールになってるのかっていうですね、どういうルールがあるのかって、これを皆さん覚えていかれると良いと思います。最初ですね。区分所有法とはというところを説明します。区分所有建物っていうのはですね、マンションのことです。マンションをどういうふうに管理をしたらいいのか、マンションをどういうような持ち方をしたらいいのか、これを決めてあるんですね。これを決めてある法律は区分所有に関する法律ということです。ですので、マンションはですね、区分所有建物よりその敷地というのが正式な言い方になりますけれども、大きく分けて3つから分かれています。皆さん、マンションっていうと、この一つ一つの自分がここが、例えば303号室っていうのを、じゃあこのマンションを買いますっていうことだったら、そこがこう自分の持ち物になるわけですね。この持ち物になる部分を占有部分という言い方をします。例えば〇〇マンションの303号室。で、全体として60平米あります。3DK です。ということになりますと、この 3DK の60平米の部分、303号室とこう壁で囲われた部分ですね。ここを占有部分という言い方をします。で、マンションを買うって言ったらですね、ここのまず占有部分を独占的に使う権利、これ所有権というふうに言いますけれども、ここの所有権を持ちます。ただこの所有権にくっついてくるものとしては、共有部分っていうのがあります。共用部分っていうのがあります。ごめんなさい、共用ですね。皆さんで仲良く使わなければいけない部分のことを共用部分と言います。まず玄関とかエントランスホール、そして階段、エレベーター、屋上、壁、廊下。こういうものは共用部分になります。共用部分はこれみんなの共用ですから、ここをですね、所有としては、所有形態としては皆さんが共有、一緒に持っているという考え方なんですね。ですから、共用部分、まあ、みんなで仲良く使うところの共有持ち分っていうことです。持ち分を持っています。例えばこれがですね、4つしかないマンションだったとすると、4つ全部同じ面積だったとすると、この1つあたりの、持ち分っていうのは100分の25%になるわけですね。100%に対して4つに等しくは、分けるわけですから、100分の25、25、25、25ということになります。そうすると、共用部分、こちらのですね、廊下とか、エントランスホールとか、エレベーターとか、これの共有持ち分、共用と共有と、使い方が紛らわしいですけれども、この、要するに合わせて持っているときの、この持ち分、どれだけの権利を使うことができますかっていうこの持ち分ですね。これは100分の25となるわけです。そして、このマンションっていうのはですね、空中に浮いてるわけじゃないんです。303号室っていうのは、ある土地の上にマンションが建てられていて、ここですね。この緑のが全部の土地です。で、ここにマンションが建てられていて、この中に4つマンションが入ってるわけです。で、この一つ一つを売却されて皆さんがオーナーになってるってことです。所有者になってるってことです。こうすると、この占有部分と共用部分の共有持ち分。そしてさらに、この敷地利用権、敷地を利用する権利。この三つがですね、実は合わさって、
皆さんのマンションの権利になっているということです。もう一度繰り返して言いますと、マンションを売ったり買ったりするっていうときに、その中身は実は3つに分けられるんですね。1つは占有部分。自分が独占的に使うことができる部分の所有権を持つ。そして共用部分。みんなで仲良く使わなきゃいけないところの自分の占有部分に応じた割合を持っているっていうことです。プラス敷地、土地を使うことができる権利。これもある一定の割合で持っている、この敷地利用権というものになります。占有部分と共用部分の共有持ち分と敷地利用権。この3つを持ってますよっていうことですね。そうするとですね、じゃあ、このマンション全部を建て替えをしましょうというときに、どうしたらいいか。いや、私はもうこれ古いから建て替えたいと思う。でも私お金ないから建て替えることできません。いろいろとこう揉めたらですね、最終的に、建て替えることができない可能性もありますね。ですので、じゃあ、この建物をずっと持っていくために、どういうふうにしたらいいかっていうものを決めるときの、このルールを決めてるわけです。この物決めをするときのルール、右側こっち行きますね。これを管理規約と言います。管理規約というのは一つの契約書みたいなものになってまして、これに皆さんマンションを買うときには、必ずこれを守りますということを合意しないといけないんですね。日本ではこのようにして、管理規約によって、このマンションをどうやって持つか、どうやって維持管理をしていったらいいかということを決めています。普通はですね、マンションを分譲する業者さんが、まあ、案を作ります。で、それに皆さんが合意するという形で、ここの、それぞれの、占有部分を購入していきます。買っていきます。そして、マンションが出来上がった後、1回目の、区分所有者による、総会っていうのを開くんですね。会議を開いて、じゃあこの規約を皆さんで、守っていきましょうということをみんなで合意していくわけです。これを承認するっていうことになるんですけれども、こうすると、ここに、まあ、管理組合という、所有者全員の一つの集まりができて、で、その組合をもとに、維持管理をどうやってやっていくかっていうことを決めていくわけですね。まあ、一つの土地建物なんですけれども、そこに持ってる人はたくさんいるので、どうやってものを決めていくかっていう、そのルール作りをしているということです。多くの場合、これ多数決です。会議を開いてですね、決を取ります。会議を開いてみんなの意見を聞いていきます。そして、民主主義は多数決ですから、一定数以上の賛成がないと、こういうことはできないということを決めています。この内容がですね、管理規約に書かれてますし、区分所有法では、こういうふうに多数決のルールを決めていきな、いきなさいよ、という大まかなガイドライン、大まかな、やり方、これが決められているのが区分所有法です。ですから、この区分所有の問題では、まずこのそれぞれが何を意味するのか、そしてこのものを決めるときのルールは何か、管理規約ですね。管理規約によってどういうことが決められるのか。大きく分けてこの多数決ですね。多数決も半分の多数が賛成したらやってもいいこと。でも4分の3以上が、まあほとんどの人ですね。4分の3以上が OK を言わないとダメなこと。こういうことを法律で決めてあります。これが区分所有建物では聞かれるっていうことですね。こういうものが問題で出ます。はい、次に行ってみましょうね。多数決の取り方、議決権ということです。多数決の取り方はですね、まず区分所有者の何分の何以上っていう決め方と、議決権の何分の何以上という決め方があります。で、区分所有者の何分の何以上。例えばこれさっきのですね、まあ、この薄いオレンジのところが占有部分だとします。占有部分を持っている人、みんなが区分所有者になります。さっきのは4つしかないですけれども、仮に10個あったとして、ABCDFGHIJ まで10人ですね。10人いたとします。そうすると、区分所有者の4分の3以上の合意によるということが法律で定められていた場合には、10×4 分の3ですから7.5。1人の人が、1人の人はですね、こう半分に割ることできませんから、
そこも入れると、8人以上が賛成しないと、これはダメですよって言ってるわけです。これが区分所有者の4分の3以上ということの意味です。じゃあ次に、議決権の4分の3以上です。議決権っていうのは、自分がものを決めるときに、これがいいですよ、悪いですよ、ということができる権利の大きさです。大きさを言ってます。大体はですね、この占有面積の割合。例えば前のこの例ですと、一つのこの土地と建物に、同じ大きさの占有部分が4つだとしますと、これは100分の25、4分の1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 ですから、100分の25ずつということになります。なので、この一人の人が持っている議決権は100分の25。この人も100分の25。この人も100分の25。100分の25ということになります。そうすると、じゃあこの例はどうでしょう。A が3つ分のマンションを持ってます。これ10個あったとして、3つ分持ってます。B がこれ3つ分持ってます。方が C は残りの4つ分のマンションの、所有権を全部持っていたとします。そうしたときには、A だけだとこれ3なんですね。B だけだと3。だから A と B を合わせても6で、7.5より大きくならないですね。そうすると、A と B が賛成しただけではダメなわけです。じゃあ、B と C が賛成しただけだったらどうなるでしょうか。B は3、C は4持ってるわけですね。だからこれ足して7です。だけれども、7は7.5より小さいわけですから、4分の3以上にはならないわけです。とすると、この場合、議決権の4分の3以上が賛成しないといけないとなったら、全員が OK しないと、これはダメっていうことなんですね。なぜなら、この人の持っている議決権は4、これが3、3ですから、こことここを足しても7。だから7.5より大きくはならない。こことここが OK だと言っても7.5より大きくならない。結局のところ、ここは全員が、この場合はですよ、全員が賛成しないと、4分の3、議決権の4分の3以上にはならないということです。これが議決権と区分所有者数による多数決。何分の何以上が賛成しないとダメであるって言ってるところの意味なんですね。で、このものを決めていくときのやり方、そのルールが区分所有法で決められています。これについては次回詳しくやりますけれども、どういうことを言っているのかっていうのは、まずここで理解しないといけないですね。こういうのが意味ですので、これもわからずに、ただ、この問題は何分の何以上って言ってたから、おそらくこれだろう。これは違うだろう。合ってるだろう。ってやっても、あまり意味がないんですよ。何を聞かれているのか、どういうことが問題になっているのか、これをしっかり頭に入れてから問題を取り組んでください。いいでしょうか。はい。では具体的にやっていきましょう。例題の1です。集会の招集の通知は、会日、会の日ですね。より少なくとも1週間前までに、各区分所有者に発しなければならないが、規約で、伸縮することができる。短縮ですね。短くすることができる。合ってるでしょうか？間違ってるでしょうか？はい。考えてみましょう。はい、これは丸です。何を言ってるのかというと、まずこれ多数決で決めないといけないって言いましたね。じゃあ、この多数決で決めたいと思いますと。じゃあ、この多数決するのに、何月何日と決めました。じゃあ、この決めるときのお知らせは、全員にいつ頃出せばいいですか？一週間前までにということを、法律では決められています。けれども、この自分たちで物を決める管理規約、規約で、じゃあ3日前までにしよう、4日前までにしよう、5日前までにしよう、ということを決めることができるのかっていうことです。それがこの問題文の意味なわけです。これは丸ですね。集会の招集の通知は会議中少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければいけませんが、この期間は規約で短くしても大丈夫です。これが区分所有法にうたわれているわけです。だからこれは丸になる。何を言われてるか、この問題が何を言ってるのか分かったでしょうか？区分所有法はこうして理解する、問題を解く前に理解することがあるので、これをしっかり頭の中に入れてくださいということです。はい。次です。
区分所有者全員の承諾があれば、書面による決議や、電磁的方法による決議をすることができるということを言っています。基本はですね、このように今4人区分所有者がいたら、こういうことを決めたい。なので皆さん集まってください。という時に集まって、まあ、多数決で手を挙げてもらったりします。で、これ議事録に取ったりもします。何分の何につきこの議事は成立したとかですね。ということをやります。ただ、いや、ちょっと仕事でこの日来れませんよ。じゃあ、あなたはこれ、意見を言わないでください。っていうことができるかっていうと、そうではないですね。じゃあ、あらかじめ書面を出して、自分の議決権を行使する。あるいは委任状を出して、誰か別の方に自分の議決権を行使してもらう。自分がいいと思ってるか悪いと思ってるか、それを賛成か反対か、これをこの人に言ってもらいたい。そういうことをやってもいいのかっていうことですね。あるいは、電子的方法によるっていうと、事前にですね、この Google フォームみたいなのを作って、あなたこれ賛成ですか反対ですかっていうことをこうチェックするような、そういうことをやってもいいのかっていうことですね。これ基本的になぜ認めてないかっていうと、ずる、改ざん、まあ、悪いことをしてですね、わざと、書き換えてしまえとか、あるいは、ずるをして反対が多いけど、賛成に変えてしまえと。いうことができやすくなってしまうので、この書面とか、あるいは電子的方法というのは基本的には認めていないんですが、書面による議決や電子的方法による決議をすることができます。ただ、これも区分所有者全員の承諾があればということです。ですので、全員の承諾があれば決議をすることができる。これは丸になります。これ、丸ですね。なぜかというと、さっきも言ったように、不正、改ざんができてしまうので、まずあらかじめ全員が、まあ、書面でやってもいいよ。あるいは、そのインターネット、ネットとかを使ってですね、事前にやることも OK よ、ということを言わない限りは、不正、改ざんのある可能性がある方法を取ることはできないということですね。はい、こちら注意しておいてください。はい、次の問題行ってみましょう。立て替え決議を目的とする集会の招集通知は、当該集会の、会よりも少なくとも2ヶ月前に発しなければならないが、この期間は規約で、伸長、まあ、延長ですね、することができるというふうになっています。さあ、どういうことを言っているかと言いますと、またさっきのこの図に行きますと、この建物古いから建て替えようよということを言っています。じゃあ建て替えするのに全員でも多数決を取りましょう。これがいいか悪いかっていうことを皆さんで多数決で決めましょう。じゃあこの会議をいついつやります。で、その時までに自分の意思を固めて、ここの、あつ、あの、会に集まってください。ということですね。じゃあそれは、この多数決を取る日のどのくらい前までにやらないといけないのか。ということですけれども、少なくとも2ヶ月前にこの通知を出さないといけない。この期間は規約で、伸長、まあ、伸ばすことができるというふうに言っています。こちらですね。すみません。もう一度ちょっとこちらの答えの方が間違っていましたので、今、答えの方を修正しました。立て替え決議を目的とする集会の収集通知は、当該集会の会議中少なくとも2ヶ月前に発しなければならない。この期間は規約で伸長することができる。伸ばすことができるということですね。で、もうちょっと長い期間、かけて、期日の収集をしないといけない。2ヶ月前っていうと、いちいちやりますよっていうか、2ヶ月しか考えられないわけです。そうじゃなくて、3ヶ月前、4ヶ月前、ちょっと少なくとも半年はこの先どうするかっていうのを考えることが必要じゃないか。っていうことで、6ヶ月前に規約で自分たちが、まあ、変えることができるということです。それを言ってるんですね。
で、これは丸です。建て替え決議を目的とする集会の招集通知は、当該集会の開日より少なくとも2ヶ月前。だから最低2ヶ月は皆さんに考える猶予を与えなさいよってことを法律は言ってるわけです。だけど、自分たちのマンションは、規約で、じゃあ、2ヶ月短いから最低3ヶ月にしとこう。あるいは最低4ヶ月にしとこう。ということができますよっていうことですね。これは、ここにも書いてますが、区分所有者に相当な負担がかかる。これを建て替えるっていうと、その感じは自分たちどこに住めばいいんだ。建て替えに十分なお金を用意してるのか。いろんなことが問題になってきますから、これは重大なことですので、これを決める、多数決を取る場面っていうのは少なくとももっと考える時間が必要ですよっていうことを言ってるんですね。だからそれ自分たちがもっと考えたいということであれば、それを伸ばすことはできる。逆に全員が OK であれば、この会議を、事前に周知しない。もういきなり多数決を取ってもいいですよということもそれは可能です。ということもできるということですね。この区分所有の法律はですね、問題で何を聞かれてるのかって、それを理解することがまず難しいんですね。ですから皆さん後回しになって、あ、どうせこれは分からないからいいやということで、当てに入る可能性もありますけれども、しっかり慎重にですね、読んで何を言われてるのかっていうことをまず理解すること。問題の理解力ですね、これが大切になりますので、注意して見ていってください。はい。今日はですね、まず区分所有建物及びその敷地の1回目についてお伝えいたしました。次回はですね、この議決権っていうことについて、何をしたらどのぐらいの賛成が必要なのか。たくさんの人が賛成しなきゃいけないものは何なのか。これをですね、皆さんにお話ししていきたいと思います。はい、ありがとうございました。